はい、皆さんこんにちは、松田光です。今回は日本リーグ第4節2試合目となります高知パシフィックウェーブとの試合をお送りしたいと思います。この試合は監督がお互い中京大学出身ということで史上初じゃないかなってこの試合前に吉村監督は言ってました。この試合の先発は小山選手。マウンドに文字書いてますね。そして消していく、いつものルーティーンですね。小山選手サングラスかけてるともう怖いですよね。怖いです。あ、ここで小宮山コーチ来ましたね。めちゃめちゃ楽しそうに小山選手のルーティーン真似してました。高知パシフィックウェーブ先頭は片岡選手。初球外のカットですかね、ツーシームですかね、で入りましたね小山選手。そして2球目外のライズボールですね。そして3球目もライズ、これえぐいですね、浮きが。ワンボールツーとなり、はい、ライズボールで空振り三振。上々のスタートですね。この小山選手球速かったですよ。グイグイ来てました。そして2番三本選手、ワンストライクから高めのライズをセカンドフライでツーアウト。3番片岡太陽選手、ツーストライクからインコースのライズしっかり刺しましたね小山選手。ショートフライでスリーアウト。対しまして高知の先発は糸数投手ですね。 IPU 出身のピッチャーです。先頭は宇根選手。初球が外のドロップボールとなります。2球目がインコースのドロップ。宇根選手積極的に振ってますね。そして3球目がインコースのライズ、ワンボールツーと追い込まれます。そしてここで外のドロップ見逃してツーボールツー。インコースのドロップが抜けましたね。スリーボールツーとなり、これも宇根選手しっかり粘りましたね。スリーボールツーからインハイライズを見逃して先頭しっかり塁に出ますね。そして2番浜本選手、初球をスラップしますがショートフライでワンアウト。で3番松田、ワンボールツーから外のスライダーハーフスイングを取られて空振り三振。4番安見選手、スリーボールから真ん中低めのドロップきっちり見逃してフォアボールを取ります。ツーアウト1、2塁となり5番山内選手、ツーボールツーからチェンジアップ、これしっかり待ったんですがちょっとこすりすぎましたね。ライトフライでスリーアウト。2回表に入ります。4番中西選手、外のカットに空振り三振。これもだいぶボールとバット差がありますね。ボールが動いてますね。で5番伊藤選手、外のカットを打ちますがサードゴロ、ツーアウトとなります。6番片岡選手、外のライズに空振り三振でスリーアウト。ライズがいいですね小山選手。2回裏に入ります。この回先頭は6番鳥山選手、ワンボールツーからこれも刺さってますね。ショートフライでワンアウト。7番和田選手はツーボールツーからチェンジアップ、
内野安打となります。ワンアウト一塁となり、8番小山選手、初球を、おっと、リーグ初ヒットです。初球積極的に行きましたね。ワンアウト1、2塁となり、9番西山選手、ワンストライクからバント、これ超絶バントなんですが、片岡太陽選手のこの動きですよ。これはトップレベルです、本当に。ツーアウト2、3塁で宇根選手、外のライズに空振り三振で3アウト。これいいボールですね。宇根選手珍しく崩されました。3回表に入ります。この回先頭は北原選手、ツーボールからショートフライでワンアウト。ワンアウトとなり、岡村選手はこれサードファールフライですね。チェンジアップをサードファールフライでツーアウト。9番高石選手はワンボールツーから外のカットに空振り三振。わあ、球が切れてますね。3回裏に入ります。この回先頭は2番浜本選手、ワンボールツーからインコースのドロップに空振り三振。糸数選手いいですね。ワンアウトで3番松田インコース、チェンジアップしっかり刺さってますね。これそしてショートナイスプレーです。これ背走してスライディングキャッチ、簡単そうにやってますけど素晴らしいプレーです。ツーアウトとなり、4番安見選手、ツーボールワンからショートゴロでスリーアウト。4回表に入ります。この回先頭は片岡選手、ワンストライクからセンター前で出塁します。そして2番三本選手はスラップ、これは小山選手ナイスプレーですね。落ち着いてセカンドでフォースアウトにしました。3番片岡選手は3ボールからフォアボールを選びます。ワンアウト1、2塁となり、4番中西選手、これもストレートのフォアボールを出してしまいます。ワンアウト満塁になります。そして5番伊藤選手、ワンボールワンから、実は試合中に肉離れしてこれ走れない状態だったんですね。きっちり外野フライを上げて1点先制します。6番片岡選手は2ボール2から外のカットに空振り三振、しっかりこれも最少失点で粘りましたね。4回裏に入ります。この回先頭は5番山内選手、2ボールからインコース、これも刺さってますね。セカンドフライでワンアウト。6番鳥山選手はワンボールワンから外のライズですかね、きっちりセンター前、ナイスバッティングですね。そして7番和田選手は3ボール2ストライクとなり、高めのライズに空振り三振。糸数選手安定したいいピッチングしてますね。そして8番小山選手、2ボール1からチェンジアップを、うわー、うまく打ちました。リーグ初ヒットからのリーグ初ホームラン、この試合大暴れですね。チェンジアップをうまく芯で拾ってますよ、これ。いやー、小山選手なんか持ってますね、これ。いや、うまく拾ってる。こんな無邪気な顔見たことありますか、小山選手の。ナイスバッティング。ここで代打日野木田選手、2ボール2からインコースのドロップに空振り三振で3アウト。5回表に入ります。この回先頭は北原選手、安見選手きっちりセカンドゴロ処理しました。で8番岡村選手、ツーストライクからこれは技ありですね。レフト線落ちるヒット、
ベテランの味が出てますね。9番高市選手、外のカットに空振り三振、2アウト1塁となり、1番片岡選手、わあ、ナイスバッティング、2ストライク追い込まれてましたが、軽打で上手に打ってますね。そして2番、三本選手、初球をナイスバッティングでしたが、鳥山選手、これナイスプレー。鳥山選手、ゴロは取れますね。5回に入ります。この回先頭は宇根選手、インコースのライズに空振り三振、珍しく崩されてますね。ワンアウトとなり、2番浜本選手、ワンボールツーからいい打球でしたが、セカンド正面でツーアウト、ツーアウトから松田がツーボールワンから甘めの高めのドロップですね。センターフライでスリーアウト。6回に入ります。この回先頭は片岡太陽選手、初球をファーストフライ、鳥山選手フライ取れて嬉しそうです。そして4番中西選手もワンボールツーからショートフライでツーアウト。そして5番伊藤選手、ワンボールワンからショートゴロでスリーアウト。高知のクリーンナップは全員日体大ですからね。5回裏に入ります。この回先頭は4番安見選手、ツーボールからこれもちょっと刺さってますね、セカンドフライ。5番山内選手、ツーボールからこれはナイスバッティング、かりタイミング取れて、まあ、かっこいいですね。かっこいい打ち方しました。ワンアウト一塁となり、鳥山選手、ワンストライクから真ん中に来たドロライズをきっちり捉えましたね。これめちゃくちゃ飛んでました、これ。素晴らしい。これやっぱこの前の試合の中島選手にみんな狂わされて詰まってたんですが、鳥山選手は打席を追うごとにタイミングしっかり合わせてきてますね。対応力の高さを感じます。なんか持ってますね。そしてこのポーズ、なんか恥ずかしそうにやってますね。で、和田選手、ワンボールからちょっと中途半端なスイングをしてしまいましたね。サードゴロでツーアウト。8番小山選手、3ボール2ストライクからショートハーフライナーでスリーアウト。そして最終回に入ります。崎村選手、ここで登板ですね。ああ、願ってますね、お祈りしてますね。深呼吸していいですね。この回先頭は片岡選手、初球を、あ、安見選手ナイスプレー、これはナイスプレーですよ。うわ、決めポーズして余裕ありますね。そして5番北原選手、3ボール2ストライクからライトライナー、浜本選手ナイスプレー、ツーアウト。そして8番岡村選手、ワンボールからセカンドゴロでスリーアウト。崎村選手ナイスピッチング。はい、この試合は小山選手の投打にわたる活躍でなんとか勝利しました。次回は YKK、 地元 YKK との対戦となります。ぜひご覧ください。それではバイバイ。ヒラキンソフトボール TV では、これからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。